実際 VTuber って配信以外のお仕事って何やってんの？これは結構フォロメンで言ってる人もいると思うから話してもいいと思うんだけど、VTuber さんって一括りにするとちょっとあれだから、あのホロライブの巫女としてのあの回答になるんですけど、まあ、裏で例えばダンスレッスンとかはやっぱあるよね。あんまりあの言わないけど、そのライブがさ、まあありますよとなったら、あ、じゃあこの曲とこの曲とこの曲を新たに振り付けをお願いして、あの振り入れしてもらうとかいうのはやっぱりあるし、まあ、ライブ、そのライブをやるってなったら、まずセトリを組みます、演出を組みます、あの依頼をしていただきますみたいな、でもそこに対してのミーティングが何回も重なります、んで、あのダンスも覚えますみたいなところがね、いっぱいあるしのがやっぱりあるよね。その一つのライブをやる、1時間のライブやりますってなっても、やっぱりそれに対して半年以上前からこうわーってやるから、そうそうそう、それはすごい日々ね悩んでいるね。どうしよう、あ、次はなんかこういうことしたいなとかね、すごいね悩んでる、悩んでるねっていうのもあるし、まあ、それ以外で言うと、例えばなんか、じゃあグッズとか出ますって、なんか案件のコラボ出ますってなったら、じゃあ、あのこういうことやりますんで、こういうメッセージをあの書いてくださいとか、こういうイラスト、あのラフですよっつって来たら、あ、こここうしてもらいたいですっていうのを、やっぱりこう赤ペンとかでさ、なんかこうやってくださいみたいなお願いとかをねして、まあそれが監修って言うんですけど、まあ監修してお願いして、まあ聖書が来て OK ですかってなって、あ、大丈夫ですっていうやり取りとかを、やっぱりそのたくさんね、ありがたいことに案件いただいてるから、今日はこのこれ締め切り今日までですよみたいな感じで、一日すごくブワーって来て、あ、やばいやばいってなったりとか、あと歌を撮りますよってなったら収録行きますよとか、そういうような感じじゃないかなねえ。そう、締め切りにね日々追われる生活って感じだな。そう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 、そうだね、いや本当にそうでもね、マネちゃんがねちゃんとね、あのリマインドとかねやってくれてるし、ね、ダブルチェックとかもしてくださってるから、まあ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 、ご迷惑かけない程度に我々も頑張んなきゃという感じにねやってますよね。そう、そんな感じだから、もうね日々の締め切りに追われているという配信とそれ以外と割合どんな感じです？なんか昔はねマジで7割ぐらい配信だったんだけど、今はねなんかねかなり半々とまでいかんけど、マネちゃん大変よね。いや、そう、本当にスタッフさんね大変だと思うなって思ってますわ。